はいどうもこんにちは、ピアスの伊藤のんです。いやー、騙してーハンター。どういうこと？騙して冒頭からちょっと、まあ何、どうしたの？いやー、もう最近もう騙してなさすぎるわ。もうこれダメ、騙してなさすぎるんで。これ唐突にどうしたんや。はい、今回ちょっとね、マジシャン久々に使って まあ騙していこうかなと思いますよ。ね、そういうことね。はい、もう最近のサバイバーはやれ瞬間移動だの、なんか鍵爪で距離値だのね、そんなし読み合いを全然してないんで、俺が本当の読み合いというものをね、見せようかなと思います。確かにマジシャンってそういうとこ一番必要なところ。いや、そうよ、ほんとね、こういうキャラクターこそ読み合いが必要なんよ。でも一番宝箱から出てきてステッキやった時の、なんとも言えない感わかる。うわ、こいつステッキを侮辱しやがった。いや、侮辱はしてないよ。俺のアイテム、しかも俺ついてた。うわ、最悪だ。俺のアイテムって言ってた。確かに。いやー、よし、まあ、とりあえずね、1回分ステッキ使って1騙ししたわ。見えてるわ。はい、2騙し。それは騙しというか。いや、騙しよ、これも。ハンターの位置もしっかり見えてる今。いや、そうよ、これによって、その野良の味方にも、あ、今追われてるんだ、しかもハンターの死はあれなんだっていう風に教えることができる。それは確かに、強い、一理。これ、ステッキ使うとね、このなんか鍵爪みたいな爪のマーク消せるよね。え、そうなの？それをうまく使うことによって存在感マックスになるまではうまいことそれでチェイスができる。たださ、ゆいさんがハンターシーンの時、マジシャンのさ、ステッキも完封してたよね、そのシーン。あれはステッキを使わせてから鍵爪マーク、爪マークをつけると完封できる。あー、なるほど。っていうのがあるから、そういう読み合いもある。それされないように今頑張ってる。確かに確かに、それさえわーよかった。もう2台上がっちゃったか。いやー、これはマジシャン元1の力か。でもゆいさんがマジシャン使ったら、バッツマンよりは絶対チェイスしてくれる。あ、俺じゃん、俺どっか行った、どっか行った。あ、オッケーオッケー。いや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 、バッツマンも上手いって。バッツマンはちょっと怪しいけど、まあ確かにね、打率3割ぐらいかな。そう、3割やったら十分か。マジシャンに関してはマジでパーチ持ってくれる、絶対。オッケー、これ少女来るわ。あ、踊るなって押さえつけられた、今踊ってたら。とりあえずこれ回復もらって、でここ回してにしようかな。いやー、俺もう一個アイディア残ってるから、なんなら。あ、一個しか使ってない。なんなら、あ、やばい、これ絶対もう一回終われるくない？もう一回同じ場所でチェイス、あ、少女だ、少女チェイス始まってる。中央のところが、いや、興奮だ。あー、でもなんか生きてる。興奮？いや、なんか生きてる、強少女。なるほど、今回興奮か。少女と祭祀のためにか。これ少女祭祀ファーチェンの時に使って、マジシャンなら余裕で枯れるっしょっていう、これ甘えた興奮でしょ絶対。俺のことを甘えてみた、甘えた興奮だったね、これ。絶対後悔してるわ。うわ、興奮腐ってるって思ってる多分。さあ、これカラス長くね、これ20秒か。うちに憑依してくれてるわ。あー、オッケーオッケー。あ、終われないかも。了解。それでも見えるのいいよね、サバイバーしても。うわ、飛んできた。また俺だ。また同じ場所でチェイスだ。ちょっと板がもうなんもないから食らっちゃうかもな。はい、これ騙す。1騙ししてんで消したけど、こういう場所ってさ、普通にきつかったと思うんだよな。ここフルチェするだけでいけそう。なんか出たやん、達成。まあ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 、そんな出て当たり前ですよ。もう今さら驚きませんよ、そんな。秘密演劇みたいに出ても出て、おーっとならんよ。もう出てた？ランク戦中も。いや、毎回出ますよ、そんな。ほんと？はい。これここきつい。やっぱこういうとこ閉鎖しないと絶対きついから。きつそう。あー、閉鎖いる、やっぱ新ハンター。いるね。さあ、ただ今回この人閉鎖する動きあんましてないから、もしかしたら なんか別の、そういう系の人格かもしれない。しかも興奮だったら、興奮初手採用だったらあれかもしれないな、裏向きカードあるかもしれない。さあ、乗り越える。危ない。ここ乗り越えたらもう壊れるかな。OKOKOK。いや、もうそろそろ一撃食らっちゃうかもしれないな。もう上がると思うよ。あ、ほんと？オッケー。すごい。とりあえずここ。いやいやいや、そんなそれほどでもないな。ここをとりあえず入っていって、まだ追われるか、追われるんだったら全然まだ持ちそう。あ、どこ行った？これ音こんなに聞こえるんだね、瞬間の音。ここね、なるほど。ボーンみたいな。さあ、暗号機どうしよう。俺これ箱あさる時間ある？あると思う。オッケーオッケーオッケー。もうほぼ済んだと思うよね、だいぶ済んでると思うよな。ちょっと離れてもらったタイミングで開けに行こうかな。どうしよう、俺普通にこの箱漁ってゲート待機でいいかな。あーうーんって感じ。めっちゃ守られてる。あー、なるほどね。最悪進化。あ、待って、もう最強アイテム出たわ。立て直し最強アイテム、注射器。まあもう一個他の箱漁ってもいいけど、このマップ箱遠いよね多分。あんまり場所覚えてないや。ちょっと回せない。いや、回せる。回せる。いけるいける。あと1割。あ、そんないってんのか。じゃあ普通にあんま注射器
その意味なかったか。これで進んけるあ、オッケー。じゃあ青もうこっち側のゲート待機しようかな。あげれそうそれ。これどこっち来ないから大丈夫かな。あ、青、まあ、多分オッケー、いけ、ナイス。さあこれも通電しちゃったら引き止めるもおそらく、まああるかもしれないけどないんで勝ちかな。いやー今回もちょっと騙しちゃったわ、ハンターの子いっぱい。え、どっち飛んだ。いや俺のじゃない、うん全然大丈夫。あ、どこ、オッケー。いやもう一騙ししちゃうかこれ。罪の森やね。罪の森、オッケー。さこれこれ絶対俺じゃない？ファーチェ。少女少女少女マジシャン。あなんか。めっちゃハーレムやん。これさ少女同士はその憑依できないから。そうなんよね。絶対俺に憑依してチェイスってなるので俺は引き続き左右持ってきました。うん、俺だわ。少女右下でね全然チェイスできる。あ本当、うん。強いよね普通に。強い。本当なんか昔の炭鉱って感じがするわ。あ確かに。俺やばいかこれ。レオってなんかめっちゃ足速く感じる。圧がすごいなんかレオ本当に。わかる。しかも逃げる。あれだもん。チェイスさしちゃダメだもん。あ、なるほどね。なになに。このレオの人はあのマジシャンの使い方の逃げ方が分かってるタイプのやつだ。ちゃんと騙して U ターンするようにやってたけど一発空振りしちゃったらねそれ間に合わないんですよね。さああえて普通に直進することによって距離値をねしていくわ。めっちゃ獲物だ。めちゃくちゃ獲物じゃんこの人。そこも終わらないの。それ無理じゃない？いやそうだけど、うん、あまりにも遠回りしてる。普通に割った方が早いんじゃない？もう一回ここ乗り越えれるよ。けど先回りしてる感じか。じゃあ一旦離れてもう一回こっちは行くか。いやでも罪の森板多くない？多い気がするな。場所によって本当に。いやこれ獲物プラス辛そうな。なんか俺これ恐怖取られそう。使っとくわ。あちょっとオッケー、ここ使って。危ない危ない危ない。さあ一旦空振りしたから獲物切れて。罪の森なんて言うんだろうな、本当に板に対して強いハンターが強いんだけど、うん、直線に追わなきゃいけないハンターはきつそうな気がする。あ、そっか。うん、どのあれにも言えるかな、マップにも。うん、やばい、もう早速2騙しちゃったよ。2騙しちゃった、うん、追われてる。追われてる。めっちゃ強い。ここからはもう罪の森最強ルートを取るか。あー、いるどうしよう。まだ多分ね、全然大丈夫。もう一周いけるかな。鬼没だけが怖い。そこ入ってもうこのルートね、最強席やばい。確実に2周できるし、アイテムがまだ残ってるものなら全然チェイスが余裕でできてしまう。これなんかめっちゃ後ろからパペットもついてきてる。次さ、うん、あれサバイバーでもしエストロの泣いとりたい。サバでエス、いやどうだろう。マジシャンとカンザン、うん、エス達成ね。まあそうだろう、そうだな。好きなサバイバー他で言うんだったらオッケー。なんかね、はい、あれかな、味方に貢献できる方がいいかもな。あなんか患者とかも楽しかったんだけど、やなんかね、回数重ねすぎるとなんかね、虚しくなってくるよね。自分が関与しない試合があるとまあ、確かにそう、あれだから、なんかできる。炭鉱とか元から好きだから、炭鉱がいい加減そろそろオフェンス極めるとか。おお、なるほど。そう、オフェンスエース狙いに行くか、炭鉱か。それは無理なんやない、でもいや、でもいや、でもまあ確かに回数をね、ちょっと頑張んないという難しいところあるんですけど、オフェンスエースって、ね、まあでもまあそのぐらいかな。めちゃめちゃ激しいけど、うん、A バッチ攻めてね、行ってみたいよ、うん、まあでも言ってでも俺、患者取ったんで、別に、うん、競争率高いけど別に競争率に関してはもう問題ないかなっていう。確かに。あ、いてそうなんだよ。大丈夫か。どうしようかな、もうちょい止まるけど。もうちょい、オッケー。もう離れて、これで。いや、これごめん、俺落下してたから全然、はい、加速せんかった。あ、行ってみなかった。あ、まあでも、まあまあ、なんだ。あ、なんとかなりそう。頼む、間に合ってくれ。1個溜まった。間に合った。オッケー、よし。はい、騙して。オッケー、いいよいいよ。どうしようかな、こっち側なんかなかったっけ。あー、オッケー、この板倒してるけど。いやー、なんか来た。うまそれ。あー、でも、180秒牽制しちゃったなー。ナイス、大丈夫か。おお、危ない危ない危ない。ナイス、救助。ちょっと少女になんか変な方向に連れてかれてた。俺は通電氷強い小屋行ってる、うん、やばい、俺騙せてるわ、これ救助後騙し出てる。これつけていいけどな、これつけてもらおう。はい、つけて、いけ、今だ。 OK、ナイス。さあでも、あ、俺追わないかも、完全に見失ってるわ。そっち側に向かってます。なんかね、ノーマルの初期衣装の少女さらにちっちゃく感じるんよね、この UR より。あ、そうなの、うん、身長の差とかある。頭の形が違いかもしれない。あ、多分その辺だと思うけど、小柄に見える。オッケー、さあこれ、いけ、にょーん。あ、ハンターどこ行った。まだ S は遠いかもしれんね、オフェンスは。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。